YouTube どうも JP です。監督です。友達増えたっしょ。まあそうっすね、友達増えた、まあそうっすね、仲間増えましたね、いろいろ。すごいよね、ワンピースみたいなもんね。まあそうっすね、確かに、うん、すごいよね監督の最近の。まあでも、まあそうっすね。インスタのフォロワーとか増えてんの？あ、まあちょこちょこ増えてきました。何？今1080人くらい。ああ、ゆいちゃんの10分の1だ。はい、くらい。まあでもまあね、ね、増えましたよ、まあ、男でね。そう、男のナチュラルなフォロワーだとそこすごいよね。まあそうっすね、まあだから頑張って、まあ1万人とかね、ちょこちょこ目指しつつ、頑張っていきたいと思います。意気込み次、2、3代目はいやってまいりました。ちょうどね、あの同じ車種が2台。そうです、あったんで、はい、でまああの左右でね、ちょっと比較していこうかなと思うんですけど、はい、最初こっちの白い方からいくんですけど、白はシノッチ。そうですね。でこっちのね、グリーンの方はチャネリングしてある、はい、ってことでね、まあ、ちょっと同じトラック2台を比較して紹介していこうと思います。お願いします。はい、私は全く分かりません2200？ これは 2600i ってですね。はい、2600i、 はい、インジェクションで、あで i ってこと。はい、そういうことね。インジェクションの i なんだ、はい、で数字はそのまま排気量に反映されてるってことですよね。トラックで 2.6 って結構速そうだけど ね、まあまあ、でもハイラックスも 3.5 とか16あるから。そっか、そうでかいですよね。あんなので 3.、 ぶっちゃけそうだよね。なんか、うん、なんだろう、単純な考え方で言うと、うん、もう前にしかほぼさ、うん、車重がないイメージじゃん。で、ね、で後ろはもうね2台だからね、はい、それで3000もあったら、うん、まあまあのモンスター、ね、だいぶ速いじゃないの、ね、こっちはあの先にパパの所有物だということで ね、 でね、これ年式的には何年ですか？何年？93年。93年。あ、最終型。最終型なんだ。でもなんかこのマツダの B ってあのハイラックスの90なのかな。あ、四角、顔がね、うん、顔とかすごい似てて、かっこいいなみたいな。グリルの違いが、そうっすね。あ、グリルが、うん、これなんかパキスタスペシャルになってる。へえ。そうなの？はい、なんか社長おすすめのグリルで。本当はここ全部メッキなんだけど、あ、黒にしてるってことか。ここ全部黒に塗りのけて、あ、そうだから B ってメッキがめちゃくちゃ顔面多いイメージ。本当は全部メッキなんだけど、ここを全部黒で塗って締めてる感がね、なんかちょっとで、ここも黒にして、うん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 、ちょっと締まりをある感じにしてる。へえ、あ、メッキをあえて塗ってってことなんですね。塗り分けして、はい。逆にでもメリハリがついて、なんか分かりやすい顔になってるみたいな、ね、なってるところですかね。でこっちはまあ普通の C の口で、こっちチャネリングしてるんで、はいはい、ちょっと違いが分かる、まあ、あるんですけど、車高の下がり具合はですよ ね、 ね、ボンネットがね、ちょっと、ね、膨らみが違う。あ、そこでしょ。だチャネリングしてる分でボンネットが、あ、エンジンが上がってるってことですね。持ち上げて、あ、自然に盛り上がってるからなかなか、そうですね、分かりづらいですね。これはこっちは同一バンパーとかも同一色で塗ってるけど、こっちは白と黒で塗り分けてみたいな、うんうん、なるほどなるほど、まあ、好き嫌いがそれぞれの人の好き嫌いとか、はいろいろ、はい、でもこれ あれですね、左半ですよね。そうですね、なんかおかしいですよね、日本の左半見るとさ、うん、分かんなくなるんですよね。 B はね、左ですからね。そうですね、うん、え、日本に B ってないんですか？プロシード、あ、日本はプロシード。へえ、あ、そうなんすね。そうですね、うちでもほら最近なんか B がね、うん、ちょっとそうそうそう作業で入庫してるのがあって、うん、ずっとあれも左半か、プロシード B、 プロシード B ってずっと言ってたじゃん。そうちにあるのは B の左、要はね、プロシードが国内でどの頃でってずっと整備とかもほら言ってたでしょ。なるほどなるほど、そうそうそう、あ、そうなんすね。 B はみんな左ですね。はははは、だからな、あれか、なかなか聞き慣れないのか。そうだね、あ、プロシードもなかなか聞かないけど、ね、まあ、プロシードも俺全然聞いたことないですけどね。あんまりないでしょ、ね、うん、どっちかというともうなんか主に B を見てる方が多いかなって思うけど、このホイールは、これは RX8 の純正ホイールを流用ですね。うん、純正ホイールにメッキ塗装です、うん、あ、メッキ塗装なんだこれ。へえ、これは近々交換予定で、うんうん、はい、履き替えで。そうですね、
なんか PCD、はい、そうですね、こっちは5欠なんですけど、うん、こっちが6欠なんですよね。松田の純正そもそも6欠なんですけど、そうですね、6欠っすよね。そうですね、5欠になってて、6欠だとなかなかホイールが、まあ、そうすね、ないですもんね、探せないもんね。5欠だとホイールが結構選べるかな。あとこの辺とかワイパーのこの辺とかも全部スムージングされてて、あ、ほんとだほんとだ、はい、そうっすね、そうさっきアリちゃんと向こう側でずっとこうやって、うん、探してたんだけど、はい、ポップではない、ポップです、ね、ポップなんですよ、壊れたポップ壊れたポップ壊れたポップなのね。あ、それで開けるために下側でってことか、はい、そうずっとアリちゃんと向こうで、はい、ないねって言って、これ大変そうですよね。そうですね、下にスイッチがあって、うん、それこっち側を押すと、はい、開くみたいな、向こう側レバーがついてて、うん、そういうことね。ポップはよくね、なんかワイヤーだったりレバーを ねどっかにないと出してるっていう、そう開けられなくなっちゃうっていう、バッテリー上がった時とかに、ね、確かに、はい、もう困っちゃうからね。そうですね、ワイパーのね香るとこもスムージングしてるんで、うん、その流れで一緒に全部スムージングした方がっていうので、うんうんうん、もともと余分なものみたいなのもないですからね。まあ確かに、うん、まあ、これが C ノッチと呼ばれてる、そうですね、フレーム機構ですね、はい、こう上げてる、そうですね、はい、うんうん、デフの分かわすのに、うん、はい、そうすると、まあ、大体この、はい、このくらいの車高になる、うんうん、はい、でこっちは車体のボディ自体が下がってるっていうか、この中身を上げて外身が下がっているというかね、この分、あ、はい、チャネリングっていう、これ不思議ですよね。だからこっちはフレーム着地、うん、こっちはボディが着地、うんうんうん、あとこの横とかも下、履き下スペシャルになってるんですけど、わかります？どこが違うか。ここ、ここね、塗り分けて、ここも、うん、ここから下は黒だよ ね、 黒のライン、本来はここだってボディ同色でしょ、そうですね、同色なんですけど、黒にすることでこの黒の幅をこっち大きくして、うん、ちょっとずつ少なくしていくことで、うんうん、裏が下がっているから、あ、そういうバランスの取り方してんの、横から見た時に、なんか全体が下がっているように見えるっていう、すごいね、すごいよ、そんなことが、あ、なるほど、そうですね、細かいけど美学の話です ですね。なるほど、書き下スペシャルです。へぇ、こっちのはね、ベッドの中はまだ全然汚いから、そんなあれじゃないけど、あ、じゃあこれも後々ちょっと改良しようかな、やろうかなみたいな、いろいろやろうかなみたいな。じゃあちょっとこっち側の車両のあっち側にちょっと行きますか、はい、そうですね、あっちの車両よりも、うん、まあやっぱあのこのチャネリングしてある分下がってるから、ね、まあもちろんホイールのね株、まあ、ホイールでもインチは違う、インチはこっちがこっちの方がでかいっす、ね、こっちの方がでかいか、確か19かな、まあ、でも被り幅もね、うん、大きいけどここまで被ってて、要はボディが落ちてますからね、うん、そもそも長さが、そうっすね、うん、そう驚くくらい長いんですよこれ、キャブプラスにショートのロングベッドを乗せてるんで、うんうん、フレームとかから何から全部伸ばして、うん、そういうことだよね、はい、だって出てくるとき尋常じゃないの、長さがね、あの何でしたっけ、あの胴体の長い犬みたいな、あ、何でしたっけ、ミニチュアダックスフンド、あ、ミニチュアダックスフンドみたいな、胴体の長い犬、最近あの犬見な、それでいいやん、最近あの犬見なくないですか、ね、いや見るでしょ、あ、見ますよ、よういるよ、なんか最近パグとかそういう系多いなと思って、あ、希少じゃない、違いない、めっちゃいるよ、うん、めっちゃいますめちゃくちゃ長い分小回りが効かなくて、うん、普通のキャブプラスとロングベッドはここが違う、あ、その幅分も、あ、めっちゃ違うじゃん、ここ違うから、うん、普通のキャブプラスのやつはこれが半分ぐらいですよね、そんな長くない、あとこのカバーが、そうですね、はい、ついてるんで、これ開けて、エアーで、エアーでね、さっき閉めてたから、エアー上げ下げできる、はい、へぇ、ちょっといいですか、見せてもらって、あ、おぉ、すごい勢いが飛んでてへぇへぇ、なんかすごいいろいろなんか機構が入ってましたけど、いろいろ入ってましたね、いろいろ入ってましたけど、
でもこのトノカバーがなんか結構高いっていう噂、うん、やっぱりコンチェンタルキング製で、あ、そうなんですね、トノカバーもね結構好みも分かれるし、ね、好み分かれると、ある方が好きな人もいれば、うん、ない方がやっぱトラックっぽいっていう人ももちろんいるしね、もうやっぱスムージングしてあるのとしてないのとやっぱちょっと表情が違いますね、うん、テールランプも隠したスペシャルになってるんですよね、へすごいね、何でも作っちゃうんですね、何でも何でも隠したスペシャル、どっちもスペシャルですもんね、じゃあどっちもスペシャルですね、はい、そう、比較になってるのかなってないのか、ここはウィンカーの部分がオレンジなんですけど、赤の方がかっこいいって言って、そういうこと、へぇ塗っちゃったみたいですね、あ、塗っちゃったんだ、かきしたさんが、なるほどね、かきした公認だ、そうですね、かきした公認テールです、じゃあ赤テール的な、そうですね、はぁ、あ、ちょっと中ちょっとどっちも乗ってこう比較してみましょうか、中の狭さは、ね、一番比較しやすいのはあなたの体型ですまあ確かに私よりまあ今ね白い方に乗ってますね、まあでも全然俺でも普通に乗れます、頭の上はもう全然拳まあ1点半、あ、まあまあ、点半ぼちぼちあって、まあ幅もなかなかあります、運転席だとねきつそうですけど、まあ、まあでも、うん、多分運転席でもこれならなんとか座れるはずです、ギリギリいける、ギリギリいけます、いいっすねやっぱトラックでもなんかトラックってこうねコラムのイメージがあるんですけどね、そうですね、これフロアですね、 B はフロアっすよね、うん、じゃあちょっとあっちの方、じゃあね、あのチャネの方に行きましょうかね、はい、あれ意外と、あれ意外とねいい感じですねあの、え、ちょっと待って、頭の上も、頭の上はまあさっきは 1.5 だったんですけど、1ギリ、いや、多分 0.7 くらいですね、ちょっとやっぱりでも座面が上がってますからね、こっちのシートは多分純正なんですかね、うん、そうですね、俺こっちのシートの方が座りやすいですね、その横幅的に横幅的に、収まり具合的に、 それによってあの、結構いいですねでもなんかメーターがちょっと違うなみたいな、でも狭そうだよこれ運転席側でハンドルあったら乗れないかもしれないですそうだね、確かに運転はできないかもしれないです、うんうん、ここの幅がちょっと、うん、やばそうだね、やばいんでずっとハンドル回らなそうだもんね運転はできないかもしれないですけど助手席は乗れます、助手席はギリ行けたって、はい、ズレするよやばいですねはい、ということで終わりました、まあ結構ね比較できたかなと思いますけど、です、ね、でしかもなんとこちらフォーセールらしいよ、ね、そう、まあ、オーナーさん今日ちょっとね不在なんですけど、じゃあまあフォーセールらしいという噂を聞いたので、ちょっと気になる方はね関根家にでも訪ねてくださいそれかね、コンチネンタルキングです、柿下さんの、そうですね、はい、柿下さんとかちょっとまあ聞いてもらえればと思います、びっくりの値段、そうですね、そうですね、多分ね、うん、と思いますよ、はい、うん、まあ今からねトラックなんかちょっと乗りたいななんていう方はそうです、ね、いいんじゃないかと思いますよ、はい、まあやっぱね作るってなったら ね、 そうですね、結構時間もかかるし、そう、時間もお金もかかっちゃうので、はい、まあまあね、でも色もおしゃれだし、そうだいぶ持ってこいだと思いますよ、ね、うん、まあ自分好みにねしてもいいですしね、うん、色も、じゃあこれで2代目3代目は終了ですね、はい、まだあります、まだありますよ、まだあるらしいじゃあ次行きましょう、次行きましょう、はい